すいません、あの隣に引っ越してきました白川と申します。あ、これよかったら。ありがとうございます。こんなもらうの初めてです。本当ですか？どっから来たんですか？横浜から引っ越してきました。横浜？はい。うわ、俺も横浜だったんです。本当ですか？はい。イエーイ。一緒ですね、地元が。一緒ですね。うわー、びっくり。あ、よかった、同じ地元の人。ギター。あー、へー、弾かれるんですね。はい、下手くそなんですけど歌うんですけど、ちょっとそれでね、あのうるさいって前言われたことがあるので。私は歌が好きなので。あー、本当ですか。ぜひ聴かせてください。から聞こえる壁を通して、あの子の歌が。だからテレビも全部消して、コーヒーをゆっくり入れるよ。あれなんだか今日は聞こえない。結構楽しみにしてたのに、別にあの子のことは気になるくらいで、どうでもいいけど。映画の見すぎでロマンティックなことを考えちゃう。間違えて僕の家のドア開けないかな。わかるでしょ、僕はまだでも君日に、前の彼女との写真を捨てた。すると君もゴミを捨てに来ていて、うつむきご挨拶。映画の見すぎでロマンティックなことに憧れちゃう。あ、頭の中ではもう手は繋いでのに。わかるでしょ、僕はまだでも君に今恋してる。青い空の下で君とアイスを食べたいな。足音気づいているんだよ、君はそいつのことが好き。わかってる、僕はまだでも君に今恋してる。青い空の下でもっと君のこと知りたい。わかる、僕はまだでも君に今恋してる。
どうしたの？いや、じゃあ、お願いします。エイサー